病んでいたトマトが復活しました。8月の菜園の様子をお届けします。肌着にやられたはずのトマトが復活してきました。肌着も酷暑にやられたのかな。こちらの黄色トマトも上の方は回復しております。こっちは赤パプリカ、摘果してから実がなりません。続いて暑さに強いニラさん、こちらはレモン、最終的に6個の実を残しました。大きくなるといいな。さてさて、こちらはイチゴの苗です。暑さに弱いので半日陰に置いてます。続いてアスパラ、コガネムシに大ダメージを受けましたが、ここまで回復しました。一安心です。コガネムシの幼虫は土の中にいますのでご注意を。こちらはオカワカメ、強い日差しから人間を守ってください。もうちょっと葉っぱが欲しいね。さてさて、最後は黄色パプリカ、なんと色づいてきました。今後が楽しみです。以上が8月の菜園の様子でした。皆さん、昼間の作業は禁止です。暑すぎます。そんな暑すぎる8月ですが、新たな仲間たちをご紹介します。一人目はセロリさん、暑さには弱いので半日陰で育てます。二人目はペパーミント、香りが最高なので挑戦してみます。3人目はローズマリー、個人的に一番好きな香りかも。スペースがないので壁掛けプランターで検討中です。台風もちらほらですので引き続きご自愛ください。最後までご覧いただきありがとうございました。